卵は無事か？お、ずいぶん元気な卵だな。きっとビッグでグレートなレウスが生まれるぞ。早いとこ会いたいな。ええ、そうね。その絆石はレド、いや違う。この子はレドの孫よ。ハコロ島で知り合ったの。ハコロ島へ行くのなら行ってくだされば。俺はてっきり門若氏にでも会ったのではないかと心配していました。どういうことだ。そいつエナの知り合いか。ええ、ルトゥー村のものよ。驚かせてすまなかった。アルマだ。ルトゥー村の警護を任されている。なんだかよくわかんないけど勘違いしてたってことか。俺はナビル、こっちはハコロ島のライダーさんだ。よろしくな。村へ案内しよう。こっちだ。さ、来て。見つけた。月が来てるわ。
おじい様、心配をかけてごめんなさい。話はアルマから聞いた。なぜ黙って箱路島へ行ったのだ。約束したから。レドの絆石は私が箱路島へ持っていくって。そのために一人で海を渡られたとは。長老、ゼラード様、この者が箱路島のライダーです。そう、ライダーさんとナビルーだ。よろしくな、じいちゃん。レドの孫か。確かに似ておる。レドはこの村の恩人だ。頼みがあるというのなら聞こう。何を望む？これをどこで手に入れた？マモリデウスから託されました。それを持ってきたのか？はい、ハンターたちがこの子を狙っています。卵が孵化するまでで構いません。この村で守ってあげてほしいんです。長老、もしやその卵は？ガラがこの子らをここへよこした理由がわかった。レドの孫とやら、伝承の儀を知っておるか？そうか、やはり儀式を受けることなくここまで来たのだな。であれば、ライダーとはいえ、お前の能力がレドに及ぶものとは考えられぬ。卵が孵化したところで、今のお前では絆を結ぶことはかなわぬだろう。君たちは破滅の翼の伝説を聞いたことはあるか？この世に災いと破滅もたらされし時、そこに破滅の翼を持つレウスの羽ばたきあり。かつてこの地にあった村は破滅の翼を持つレウスによって滅ぼされたと言い伝えられているのだ。まさかこの卵が？伝説にある卵とそっくり同じだ。そんな、冗談じゃないぜ。そんな話俺は信じないぞ。生まれる前から破滅をもたらすなんて決めつけて、そんなのあんまりじゃないか。なあ、君の言う通りだ。しかし、この世に生まれ出て破滅の力に目覚めることがあれば、責任を取らねばならぬのはライダーなのだ。お前にその覚悟があると言えるのか？ライダーさん、どのような運命を背負った卵であれ、守り育てるのはライダーの務め。まずはこの者が伝承の儀を受けるにあたうものかどうかを見てみてはいかがでしょう。レドの絆石を持つ者としてどう成長するのか、しばらく様子を見ることにしよう。おじい様、心配ないぞ、ライダーさん。おい、早く生まれてこいよ。さっきのおじい様の話、本当なのかな？大丈夫だって、お嬢ちゃん。気にすることないぞ。それより、伝承の儀を教えてもらわないとだ。ええ、そうね。伝承の儀を受けることは、ライダーとしての力を証明すること。レドの血を引くあなたなら、
ここがあなたたちの部屋。レドも泊まったことがあるの。うっ、ここにライダーさんのじいちゃんもいたのか。ええ、レドはルトゥーに来た初めての人間。レドが来たことで私たちは救われた。そういや長老も言ってたな、恩人だって。その話はまた後で。今は旅の疲れを取って。疲れが取れたら厩舎にいるアルマのところへ行って。ここが厩舎だ。自由に使ってくれ。何かあったら声をかけてくれればいい。ああ、ありがとな。そうだ、この辺りでドーナツが食べられるとこはないか。ドーナツ？なんだそれは。知らないのか、超絶にうまいあの食べ物を。聞いたこともないな。油でカラッと揚げて、もっちりホクホク、甘くて輪っかになってて、食べた瞬間ほっぺが落ちそうになるんだ。ドーナツを知らないなんて。ドーナッツるんだ。油で揚げた甘い輪っかの食べ物。輪っかでほっぺがなぜ落ちそうになるんだ。え、じゃなくて知らないなんて。どうなってるんだ。ああ、すまん。じゃなくてどうなってるんだ。うん、すまん。ダジャレに突っ込んでくだしゃれ、なんつってな。ダジャレ？なんだそれは。そうか、見ての通りこの村には竜人しか住んでいない。ライダーばかりが暮らしていて、最近まで外の世界を知らずに過ごしていたんだ。だから知らないことが多くてな。それを言うならライダーさんだって同じだぜ。島の外に出たことはなかったんだもんな。初めての旅か。気持ちも張り詰めていただろう。ゆっくり休むといい。パオウルムが現れてな。逃げる途中で傷を負った者が出たのだ。パオウルムだって？おとなしくて可愛いモンスターじゃないか。なあ、普段人を襲うことはないんだが。おとなしくないパオウルムもいるんだな。いや、このような事態は初めてなんだ。そこで君たちに調査を頼みたい。ライダーとしての力量を見せてもらおうと思う。本当にこの子に頼むのですか？ライダーとして経験を積むのは本分というものでしょう。それにレドの絆意志がある。伝承の儀を受けるに値するものかどうか、ライダーとしての可能性を皆に示す好機かと思います。ゼラードの言う通りだ。ましてやレウスと絆を結ぼうというのなら、ライダー自らが力をつけていかねばならん。おう、俺たちに任せろ。ライダーさんの力を見せてやるぜ。お待ちください、長老。この子たちはライダーとして未熟です。未熟だって？
ライダーさんはアンジャナフとだって戦ったんだぞ。そういう過信が一番危険なんだ。それもわからないとはやはり未熟だ。何？村の警護は俺の役目です。長老、俺を。お前がいてくれれば安心だ。この子たちに同行してくれ。はい。協力者は一人でも多い方がいい。では支度を整えて森へ向かうように。俺とライダーさんだけで十分なんだけどな。まあ任せとけ。気をつけて。